というわけで、今回も加藤さんよろしくお願いします。はい、お願いします。今回のトレーニング説明をよろしくお願いします。はい、はい、今回のトレーニングは、機能性のメニューになります。機能性の、テーマを持ったメニューで、一つ目のメニューは、まあ、股関節の動き作り、はい、で、なおかつそれと体幹がリンクした。股関節は動かすんだけど、体幹は安定です。まあ、分離と、まあ、その安定、それをしっかり共同してできる、はい、ところと、もう一個は、まあ、立った状態で安定するメニュー、支持権。片足立ちのバランスを整えるっていう、その機能をちょっと頑張っていきたいと。さあ、今日も頑張っていきましょう。お願いします。皆さんも頑張っていきましょう。1種目目はもう2ポイントローテーションメニューをやりたいと思います、はい、このメニューは普通は四つん這いでやるところを、その支えるポイントを減らした中で、そこで股関節を回してあげて、体幹を安定させながらしっかり股関節回せるかっていうのをちょっとチェックしていきます。これができるとサッカー動作に非常に有効に使えるようなエクササイズになるので、ぜひそれをやってみましょう。それではまずは四つん這い、肩の下に手首、骨盤の下に膝、このポジションを取って背中を中間に安定したポジション、これ完璧だね、はい、そしたらまず3点にしようかな。この両手ついた状態でいいから、右膝をちょっと上げて、はい、このポジションで1回上げてみようか。これでウォーミングアップ、はい、この時下腹部しっかりスイッチ入ってるようにしてあげないとダメね、はい、これで1回下腹部力抜いて腰が反っちゃう、このポジションはなしね、 OK、はい、じゃあ1回走ろうか。よし、今のを意識しながら今度は肩甲骨を1個にしてあげる、1個の支えるポイント1個にしようか、はい、左手を腰に内旋させてあげて、そう、手のひらが天井を向くようなポジションにしてあげる、はい、この時に左肩が下がらないように注意しよう。ここのポジションで維持しながら、右足をまず1のポジション、まず上に上げようか、そう、手つま先このポジションで、お尻をここに効かせる、あー、効いてる、 OK、 効いてるね。なるほど。次、脇腹と連動させたい、はい、今度は横にも、そう、このポジションで、この左肩が下がらない、うわで3で内転して戻す、ファーストポジション、うわ OK、 もう一回1でここ使う、そうで腹圧入れる、うん、2で脇腹、はい、こう、そうで3で内転、さああともう一周、1、2、3、そう、1、2、3、ラスト1回、1、2、3、 OK、 どうこれはちょっとガチできついですこれはちょっとやばいですね。これもサッカー専用に考えてるから、はい、例えばサッカーでパスを出すとき、うん、よく多いのはこうやってこういうふうにパス出す、全くこう安定性が低い、はい、腰のひねりばっかり使って、まあこれも決め方としてはあるんだけど、はい、相手に対して両肩をフラットにした、見せた状態で、股関節がフリーで動く状態でインパクトもできる、しっかり連結した状態でパスも出せるか、こういうのをしてあげると、はい、股関節、相手に正面を向きながらこうやってパスの選択肢がいろいろ、こっちはフリー、ここの支えながらこっちはフリーで動かすよっていうのをしてあげると、どうしてもキックモーションでこういうふうにこういうふうになると相手にバレちゃうから、パスカットされちゃう。だから中盤の選手とかで、フォワードにくさびのボール出したい選手、これもうめちゃめちゃ練習してほしいです ね、 そうですね。これを、まあ、左右しっかり両方バランス取れると最高ですね、はい、利き足だけじゃなくて反対の足もできるみんな利き足以外もできるといいと思います。了解です。はい、お疲れ様でした。やっていきます。それでは2種目目のメニューをやりたいと思います。2種目目はヒープブッチっていう名前なんですけど、はい、スクワットとあとは片足立ちの、まあ、2つを、まあ、動作の中でこうコンビネーションで合わせながら、やるエクササイズなんですけども、はい、まあ、両足の荷重から重心を片足立ちにスイッチした時でもしっかりこう片足の体重を、まあ、乗せる位置っていうのをしっかり理解できてるかなっていうの、そういう機能を高めるエクササイズになるので、はい、まあ、全身使うようなメニュー、ぜひやってみましょう。です。はい、頑張っていきましょう。まずは肩幅、
ぐらいがあんま広くなりすぎない。ポジション、つま先まっすぐしてあげましょう。深さはそこまで出さなくていいから、まずは動作として一回重心を落としてあげる。こんな感じですね。はい。そこから立ち上がると同時に、片方の重心をスイッチしてあげて、キープ。そう。OK。今度反対。はい。はい。で、立ち上がると同時に、キャッチしてあげて。で、腰が反らないように。そうそうそう。おー、なるほど。こういうことです。こういう状態。はい。はい、もう一回。これ10回ぐらいを。重心が今おかしかった。お尻から落ちるイメージ。はい。お尻から落ちて、そこから立ち上がる。で、ピタッて止まる。そう、ゲット。あ、もう一回。2。そう。そう。で、しっかり乗せるポジションって、重心が片方、横に移動しても、しっかり支えられる。そう。そう、グッド。もう一回。キャッチ。そう。グッド。この時、肘が曲がらないように、グーって指先伸ばして。ラスト2回いこうか。はい、スクワットポジションから、立ち上がる。グッ。はい、ラスト。スクワットポジションから、キャッチ。OK です。おどうですか？ああ結構でもやっぱこの重心をこっちにこう移動させるって感じですよね。そこがなんかすごいスッとこう来るみたいな。移動させた時に自分の乗せる位置っていうのをしっかり理解した方がいいと思うんですよね。これがしっかりこう乗った時に乗せた時にこうやって外側の外側荷重になったり、はい、膝がこう内側に入るっていうのはもう乗せる位置が頭にスイッチ入ってない状態なんで、練習前にしっかりパスを出す時にこの軸足がしっかり乗る位置っていうのを自分で捉えてインパクトできるようにとか重心下げた後にスイッチしてもしっかり止めれるよ、これが外側荷重になりすぎないよ、膝の位置止めれてるよっていうのをエクササイズでやってあげると機能的に高まる。これも練習前に必ず入れた方がいいと思う。あ、そういうこと。そう、これはムーブメントっていう領域にもちょっと入るんだけど、そのスクワットだけじゃなくてちょっと少しスイッチしてあげるとめちゃめちゃこう練習前に乗せる位置が分かるのはいいと思う。確かにサッカーはボール蹴るとき絶対片足立ちですもんね。そう。その安定性というか、そう自分の乗せる位置を理解してで練習とか試合に取り組むみたいな。そう。はいです。ぜひやってもらえたらと思います。はい。ありがとうございます。